はい、今日もお疲れ様でした。サバイバルゲームしました。その時にですね、迷彩柄のこうズボンをキュッキュッキュッって履きながら、そうこうシュッシュッってちょっとこう汚しちゃったりして、可愛くかっこよかったと思うんですよ、自分的に。そうですね、あの時に大変な事件が起きたんですよ。ですね、それはカメラさんを撃ってしまったんですよ、ペイント弾で。で、美奈子はショックのあまり泣いてしまったんですが、その弾が入ってたのを知らずにカメラさんに向けて、テストの時なんですが、こうチキンパーン、あーって感じで、それにはびっくりしましたね。もう赤く染まってたんで、あー本物の銃じゃなくてよかったって、うん、そういうこともありました。ちょっとその時泣いちゃいました、びっくりして。まあその後にお買い物に行ったんですが、お土産とか買ったんですよ。高校生になったので高校の友達にお土産買ったんですけど、ブレスレット買ったんですよ。それが8個で5ドル、すごい安いですよね。ちょっとこれみんなに言えないんですけど、そうちょっと配っちゃおうかなと思って16個買っちゃいました。今日一日は疲れたけど楽しかったです。では皆さんも寝ようと思っています。それでは皆さんおやすみなさいませ。眩しさ